バンダイマニア、ガチョンガチョン、どうもガチョスです。はーい、キョンディンです。はい、ということでこの動画ではバンダイの商品やサービスの情報を皆さんにお届けします。まだ発売されてない商品もたくさん登場しますよ。今日紹介する商品はこちら。はい、まずは、ウルトラヒーローシリーズ、そしてウルトラ怪獣シリーズのソフビ人形、そしてウルトラアクションフィギュアということでね、めちゃめちゃ持ってきました。たくさん持ってきたね。はい、このおもちゃを一つずつ紹介していきます。それでは早速やっていこう。ということでまず最初に紹介するのはウルトラヒーローシリーズのソフビ人形です。イエーイ、もうすでにかっこいい。3体並んでますけど、1個ずつ見ていこう。まず最初、こちらウルトラマン Z オリジナル。おー、やっぱ Z かっこいい。そう、かっこいいよね、めちゃめちゃね。この Z はウルトラマンゼロに憧れて、ウルトラマンゼロに弟子入りする。弟子入りしたの。そう、めちゃめちゃ熱血の戦士ですけど。熱血系大好き。熱血系大好き。はい、続いてウルトラマン Z アルファエッジ。おー、このアルファエッジはウルトラマンゼロ、ウルトラセブン、ウルトラマンレオの3枚のウルトラメダルを使ってタイプチェンジします。そういうことか。そうそうそう、だから結構ね、その各ウルトラマンの特徴もね、若干入ってたりみたいな。赤が入ったよね。あ、そう、赤入ったね。そう、もともと青だった。続いてこちらウルトラマン Z ベータスマッシュ。めっちゃかっこいい。これこれすごいよね、筋肉がブンって、そうそう、これさっき紹介した Z のオリジナルとアルファエッジと比べてもちょっとこう筋肉質なの。確かに腕の太さ全然違う。そうそうそう、腕もそうだし足も結構こうガチッとしてて、そう、結構プロレスタイプの戦い方をするっていう。そう、大好きだ。プロレスが好きなんだ。マッチョ好き。あ、マッチョ好きだね。そう、この、ベータスマッシュは、ウルトラマン、ウルトラマンエース、ウルトラマンタロウの3枚のウルトラメダルを使ってタイプチェンジします。じゃあ続きまして、ウルトラ怪獣シリーズを紹介していきます。はい、1つ目、セブンガー。セブンガーはですね、ストレージの初代ロボットとして活躍する対怪獣用戦闘ロボット。次はゲネガーグ、これは劇中1話に登場する新規怪獣。3つ目はネロンガ、これは初代ウルトラマンにも登場してニュージェネレーションシリーズにもたびたび登場する定番怪獣。で、最後がウィンダム、これは劇中ではストレージのロボットとして活躍、ウルトラセブンにも登場した定番ロボ怪獣。では続いて紹介するのはウルトラアクションフィギュアです。ということでね、今回はウルトラマン Z アルファエッジのアクションフィギュアをちょっと見ていきましょう。これね、何がすごいって全身17箇所がこう動くの。この膝とかこの肘、肩とか腕すごい回るの。すごい。そうそうそう、全部動くのね。あ、いいこと考えた。このアクションフィギュアの写真撮ろうよ。あー、いいじゃんいいじゃん。昨日使ったヒーロータイムウルトラマンシリーズあったじゃん。写真モードフレームいっぱいあったと思うんですけど、ね、それとこのアクションフィギュアの稼働で好きなポーズとかを決めればめちゃめちゃいい写真撮れると思うから。絶対撮れるよ。 それを2人でやって写真を撮るっていうのでいかがでしょうか。良いですね。はい、ということで早速やっていきましょう。じゃあラチョスはこのポージングで写真を撮っていきます。キョーティンはこのポーズで撮ります。はい、じゃあ撮り終わったのでね、早速ちょっと2人のやつを紹介しましょう。はい、どっちかにします？じゃんけんしよう。じゃんけんぽい。はい、スマホを僕が持ってくるのでここからということで結局やっていきます。はい、ガチャスが撮った写真はこちらです。おー、こんな感じだ。あ、夕焼けシーン。そうそう、夕焼けシーンでちょっと横向きのウルトラマン。かっこいい。そう、 Z ということでね、ウルトラマン Z を下からこう見上げてるような感じで撮りました。なるほどね。これは優勝間違いなしです。負けないよ、はい、私も。じゃあ次、キョーティンのやつ見ていきましょう。はい、じゃあ私が撮った写真はこちら。え、待って待って、あのさ、何？アクションフィギュアだけじゃなくてさ、装備使っとるやん。え、いいじゃん。メロンがおるやん。そんなルールなかった。あ、それありだった。ありだよ、ありだよ。使えばよかった。え、めっちゃいいじゃん。めっちゃいいでしょ。ぴったりハマってるでしょ。いや、すごい。光線がしっかりね、肘から出てるからね。ちゃんとピンポイントで、ピンポイントで当たってるわ。当たってる。これをちょっと見ている人たちにも、まあ、どっちが良かったかっていうのを決めてもらいたいなと思います。決めてもらいたい。じゃあコミュニティのアンケートでどっちが良かったか教えてください。はい、お願いします。絶対俺だ。絶対キョピ。はい、というわけで今日はソフビシリーズとウルトラアクションフィギュアを紹介しました。イエーイ、全部かっこよかった。そう、めっちゃいっぱいあった、で、実はこのウルトラマン Z の、アルファエッジのソフビ初回生産限定で税込み330円でゲットすることができます。おー、
じゃあ急いでゲットしなきゃね。そうだね、ちょっとこれ終わったら俺すぐ買いに行くわ。あ、ダメだよ。一緒に行けんよ。そう、はい、一緒に行こうね。ということでね、紹介していきましたけど、うん、ここでお知らせがあります、うん、ウルトラマン Z はテレビ東京系にて6月20日から毎週土曜朝9時放送スタートです。みんな絶対見てね。絶対見ます。絶対見ます。ウルトラマン Z のおもちゃが欲しいなと思ったら概要欄をチェックしてみてください。お願いします。高評価とチャンネル登録もお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。せーの、バイバイ。